後天的な免疫力、生命力が落ちる原因、これは何でしょう。一言で言えばストレスです。例えば現代医学でも病気の原因はストレスって言います。でも現代医学で言うストレスっていうのはちょっと違いますね。20年ほど前から精神的なストレスも不健康の原因の一つになるんじゃないかということが言われるようになってきた。そしたらまるで今では精神的なストレスが病気の原因、具合の悪くなる原因だというふうに置き換えてしまった。この20年というのは何だであったのかというと、非常に老化が進んで体調の悪いという人が多くなって、何をやっても良くならないという状態が出てきたので、そうなると精神安定剤を使うんですね。その時に精神的ストレスが原因というと使いやすいというのが一つあるんですね。多分これは想像ですけど、そんなところが関係してるんじゃないかなと思います。でも実質的には精神的ストレスというのは体の健康にはあまり左右しない。なぜかというと、自律神経というのは大脳から自律して機能するものです。でこれ見ると分かると思うんですけど、大脳と分離してます。完全じゃないです。この大脳辺縁系と言われるようなところとこちらと関係を持ってますから、もちろん関係はしてるんですけども、その大部分はこっちはこっち、こっちはこっちなんです。ですから大脳から自律しているので自律神経なんです。脳の役目は大きく分けると4つ、精神活動、感覚、運動で、もう一つが自律神経の機能、いわゆる生きる生命機能です。でこちらの機能を動物神経、こちらを植物神経と言います。ですからこちらだけが働いてこっちがダメになっちゃった人を植物人間というわけです。ですから大脳がよく働くためには自律神経がよく働く必要性があるわけです。でもう一つ、そのストレスに戻りますけども、ストレスというのは元来が物理用語で、生理学的な用語ではありません。簡単に言うと、ストレスが加わるというのは、例えば針金を伸ばしたり曲げたりすると白くなって、その後プチッと折れます。あの現象、あの折れる現象、あれが金属疲労と言います。ですからストレスというのは刺激が加わることで、カナダのハンス・セリエという先生がストレス学説というものを唱えました。でそのストレス学説の中で第一に挙げたのは、重力に逆らって運動すること、いわゆる物理的な力ですね。2番目、気候の変動。皆さん気候が変動すると体内ちょっと涼しかった、そしたら33度34度になったと、また温度が下がるみたいな、こういうのは非常に自律神経の疲労を招くんですね。で3番目、気候が悪いと風邪ひきますね。ですから気候の変動で生命力、免疫力が落ちた時にウイルス、細菌が入っていると非常に感染症を起こしやすくなる。4番目、薬。お医者さんは薬とは言わない、タバコにお酒って言います。ですけどタバコとお酒を死ぬほど吸ったり飲んだりってなかなか大変。でも風邪薬一瓶飲みはもう確実に死ねますから、薬の方がはるかに強いストレスなんですけども、それは微量に上手に使えばそれなりの効果がある。その次、例えばこういう電磁波、今テレビの電磁波は少なくなりましたね。今プラズマじゃなくなりましたから、あとは騒音であるとか、そういうようなものですね。電磁波なんていうと送電線の下に住んでる人非常にがんになりやすいですね。これも報告されていることです。これもストレスなんですけど、で最後にセレ先生は精神的ストレスを挙げています。ですけれども、ここに挙げたストレスよりももっと強いストレスがあるんです。それは今言ったストレスは全部体の外から入ってくるストレスですけど、体の中にあるストレスですね。